西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週は熊五郎さん、男性50代東京都の方です。この質問は以前の週刊西田の中で介護の中継ぎで外からの人が必要というお考えを示されていたように記憶します。しかし先進国のやり方として生産性の向上で対応するのが筋ではないでしょうか。と申しますのは在日中国人が技能実習生を雇用、結局不法滞在者が生み犯罪の温床になっているという報道を見かけたからです。衆議院でも法の改正を行うとしている様子、安易な対応は、後の企画を残すのではないかと思います。改めてご意見貸しくださいということなんですけれども、実は衆議院の方ではですね、もうすでに通りまして、今参議院の方での、議論審議に入りました。今日は11月の1日、なんですけれども、今日からですね、参議院の方でも、私が筆頭理事をしている法務委員会でこの外国人技能実習法、それから入管法ですね、これの審査がされています。でこの熊五郎さんがおっしゃる通りで、もともとですねこの外国人の技能実習というのは何のためにできたのかというと、今からもう25、6年ほど前になるんですかね、要は、この先進国から後進国側へのですね、発展途上国側への人材移転、技術移転ということでやったわけです。日本の優れた技術、それをですね学んでいただいて、そしてそれを本国に持って帰ってですね、本国の事業発展のために貢献していただいたらいいと、まあ、こういう話だったんですよね。でしかし実態はそうなってるのかといえばそうでない部分もたくさんあって、この毎年ですね、この前産経新聞の 一面に出てましたけれども、かなりのこの不法滞在者を出してしまっていると、まあ、その中で中国人が一番多いということだったんですが、まあ、中国人に限らずいろんな国の方々の不法滞在も多くなってきている。その実態なぜなっているのかというと、まあ、一つは、結局過酷な労働環境で、まあ、いわばですね、タコ部屋的に詰め込んで、そこで、この劣悪な労働条件で差している実態があるんじゃないかと。でそうするとそこから抜け出したいというので抜け出してしまう。そして抜け出したらですね、今度は、不法滞在で、どっかに行ってしまっているというケース。でまたもっと言えばですね、そこまでならなくても、もともと外国から技能実習で、来ると言うんだけれども、実際には出稼ぎで来たいと。でそういう気持ちもある方があると。でそうすると同じ出稼ぎするんだったらもっと条件の良いところに行きたいというので、またこれまた技能実習の枠から超えてですね、不法滞在でどっか行ってしまうというケース、それからもっと言えばですね、そもそもこれ産経なんかに出たのは、中国などの、人がこちらで仕事をするときに、自分たちの本国の人間を上手に手足として使ってですね、ビジネスをより広げていくという、まあ、ケース、まあ、いろんなさまざまなケースあるんですよね。だからそこを今回、改善してですね、実態に合った形で、まあ、監督もできるようにしようと。またその監督する機関を作ってですね、そこで、その出す方と出される、出てくる国とですね、それから受け入れる日本との間でですね、そういうことが、行われないようにですね、不法滞在が行われないように、出ていくところの、国においてもですね、しっかりとしたこの機関の中で、そういう使途を送らないようにしてもらうと。でこちらの受け入れ先の方でもですね、そういう、外国人を、ただ便利使いでするようなことじゃなくて、きちんとしたですね、技術移転を行ってやっていくという本来の趣旨に合ったような形にしていこうということで、まあ解約ではないと少なくともね思うんですけれども、まあ、今回この法案が今参議院の方で審議されているわけなんです。さてそこで、まあ、そういう中でですね、まあ、そういう、法の趣旨でやっていくんですけれども、現実としてですね、やっぱりこの難しいところは、かつてですね、この、日本から海外にどん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 技術移転、技術移転というか工場をどんどん建てていくと、
で立てていくと何が起こるかというと、日本の雇用が海外に捉えていくわけなんですね。でこれもなかなか日本にとりましては大きな問題だけども、先進国から後進国にそういう雇用が回っていくのはある種仕方のない問題としてあるわけですね。でもう片方で、じゃあ日本の中で工場を作るんだけれども、その工場で結局雇い入れるのは、安価な、労働単価の外国人を雇い入れてどんどんやっていくと。でこれもまた問題ですよね。で今言っているこの外国人技能実習というのはそういう方向の形になってしまうんじゃないのかと。でこれはまずいんじゃないかということなんですよね。ですからそれはその通りなんです。ですから、正しくはきちんとですね、労働の、実態にその技術を身につけて本国で例えば起業してもらう、事業を起こしてですね、会社を作ってもらう、まあ、そういうことになっていけばですね、日本から技術移転をして、その向こうの、その出身国が良くなればですね、経済も発展するし、で経済が発展してくれれば日本からのいろんな商品も買ってくれる、またそういう輸出国にも輸入国にもなってもらえるわけなんですよね。そういうウィンウィンの関係でいけばいいんですけれども、実態はなかなか難しいということなんですね。でしかしいずれにしましても、これはいわゆる移民でですね、受け入れてどうぞ日本にやってきて、日本の人口が減ってきてますから移民としてやってくださいというのとは全く違います。でこの一定期間3年から5年になったんですかね、その期間が来たら帰っていただくということを条件になっているわけでありますから、あの移民政策では違うんですけれども、まあ移民とか、外国人なんかの労働で雇うというような形の議論にされてしまうのは、結局やっぱり実態としてですね、日本の中で今、人手不足というのは大きな問題になってきてるわけですよね。だからそこのところを、その安価な外国人の労働力でやってるんじゃないかということになるんですが、これは熊五郎さんおっしゃるように、要するにここのところはですね、本来あの経済発展しようと思うと安い単価で外国人労働者を雇ってもですね、何の意味もないんですよね。それは自国の雇用を取ってるだけでありますし、またあの外国人の方に対しましてもですね、これは不当に安い金額で、やってるというんだったらですね、あのそれは本当に国際的信用も含めて日本にとってプラスにはならない。そうでなくて技術力、まあ、ロボットなんか特にそうですけれども、省力化、省エネも含めたですね、そういう効率性が良くなることをやっていくことによってしかですね、実は経済成長はしないわけなんですね。でその問題とこの問題一緒にならないのにですね、やっていかなきゃなりませんから、難しいんですけれども、まあ、いずれにしましてももう一度この、何のためにこの外国人の技能実習をやってきたのかという原点に戻った話をですね、本当にしなければなりませんし、そのためには一番日本で必要な方じゃなくてですね、海外のその、発展途上国で必要な技術は何なのかと、でその技術を日本で教えてあげるにはどの業界なのかという、まあ、そちらの原点に戻った話でしないと、受け入れ先日本側でですね、こういうところに仕事の人手不足があるからとりあえず技術研修でそれを賄いましょうかと、まあ、この需要と供給の話が先に来てしまうとですね、先ほど言ったようなそういう誤解が生じたり、おかしなことになってくる、不法滞在のもとになってくると思いますので、まあ、そうした議論をこれからしていかなければならないと思っております。ということで、今週はですねちょっと数が少なかったんですけれども、熊五郎さんが2通、愛国騎士団さん、サッシさん、影武者さん、欅さん、マックス斉藤さん、ともやん、ヨッシーさん、清水和久さん、以上10通プラスいつものウッキーさんからお便りをいただいております。ありがとうございました。